さあどうする、秋最後の選択です。連敗の形を取っている、取り切れば、うん、もう一回親番ができるかもしれない。チーソーを選んだ。9層4枚目のこの局面です。流局です。秋魚谷の2人転敗。さあ秋転敗を取り切りましたので、親番続きます。トンの一局の2本場、ドラは運送です。まだまだリードを広げようと親番連チャンス。それでこのハイパイ悪くないんじゃないですか。良さげ。うん、白統一は魚谷、そしてあドラいい感じで入っているのは松本、4統一でした。そして堀はソーズ2メンツで、かなりソーズの多い手ですね。トンとペイが自家勢、風ハイですね。風ハイ、はい、はい、1枚切れのトンからです。秋がリードを積み上げるのか、他の人が割って入るのか。でも親は続くのいいですよね。一旦受けに回ったんですけど、それでもうまく粘って転敗取れて、親やってる時やっぱり一番楽しいですね。無敵モードの時がいいですよね。6000万だといいですよね。いくらでもやっていたいですね。1万2000オールとか、来た、あ、来た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 、ドラドラのチート1、はい、こちらも4対1になりました。E ピンは3色の元ですか。元ですね。これは手腕が問われそうな手、ローマン切り。秋も着実に形を作っています。が今回は松本の手が注目ですね。こちらです。おあ、これその先があるか。ファーソーがあんこになるといろいろ見えてくる。最高形は数あんこ、ただメンツでも視野に入ってくるか。ソーローソー、スーピンパーピン、えポンとかもあるんですか。これものによってですよね。パーピンとかって結構場に放たれやすくて、だそれを1枚目から仕掛けちゃうとどうなるかっていう感じですよね。例えばウーソーとかだったらもうぜひとも泣きたいですけど。そうですね、もう満貫は確保したいですよね、はい、あの手をもらったら。大谷って進んだ。あ、自分で引いた。来たよ、いいシャンテン。スーアンコウのいいシャンテンにも見えますね、これ。ウーソーローソースーピンありますね。こんな真ん中の牌ばっかりなのに、ローソー1枚持たれてるだけじゃないですか。本当ですね。ウーソー1枚ここに来た。いやでもまだいる、この早い順目でいいシャンテンは結構期待が持てるんじゃないですか。よくスーアンコウ上がるからね、この人。上がってますね。結構食らってる。印象的なところだと20212シーズン、シーズン2021シーズン、シーズン、はい、なんか感じました。すいません。あ、佐藤さん同卓されてますね。佐藤3回目の役満被害って書いてあります、今のところに。そうなんですよね、結構食らってるイメージがあるわ、はい、あ、スーピン1個ここに来ました。はい、いいシャンテンですか、ロータニさん。いいシャンテンになりました。カンパーピンパーソー、スーピンもウーソーもローソーも山に1枚ずつになったということですね、これは。そうだ、スーアンコ上がってましたね。スッチーソーを仕掛けて単野をドラドラっていうのもあるんですけど、一応ちょっと寂しいかな。寂しい、ね、まだ順目が進んだらそれもやむなしといった感じになるでしょうか。うん、あ、チートイーシャンテンになりましたね。そうですね、見た目上なんかいいペーコーできてますが、これはチートイツのイーシャンテン。ウーソーが赤だったらね、仕掛けも少し考えてもいいかなと思いますね。スチーソー、スチーソーの二度分けと考えて松本さんの手を。うーん、順目とも相談になってくるか。秋の手も悩ましい。形良さそうに見えるけど、メンツ時代は一つしかないんですね。テンションテン、はい。さあまずは引きたい。三品の受けはいらない。誰が先に来るんだ。現状いいシャンテンが3人、秋以外の3人がいいシャンテンです。来たー、来たー、出上がり前もんだ。激アツだ。ローソーとスーピン、ローソースーピン山に1枚ずつある。来たね。今日はね、解説席から見守ることになるかもしれません。それはまだいいです。そうですね。
びっくりした。一枚ずつ。そうですね。だんだん関係ない牌がね、上がり牌に見えてくるっていう謎の現象があるので戦いたいと思います。ちょっと。さあ、スーピンとローソー一枚ずつ山に残ってる。ちなみに秋はスーピンもローソーも手に組み込むことができます。うん、はい、でもなんか。なんか異様な空気なのかもしれませんね。かもしれない。ちょっと慎重になってますね。なってます。スーピンだ。スーピンだ。スーピンだ。出上がりも高い。16,600。太陽、トイトイ、三乱光、ドラドラドラ赤、16,000は16,600。フェニックスはきついね。つかまされてしまった。一つずれていたら数乱光つももあったが、このバイマンは嬉しい。そしてフェニックス一旦厳しい状況に。ただまずは親番頑張りましょう。トンの2曲